この手であんな人こんな人びっくりさせます。どうぞ。100万回とか大勢のエキストラを使って相手を一瞬で驚かすドッキリ。まずは定番、路地裏で捕まえろ。最初のターゲットは上松浩二。住宅街にあるハウススタジオで特番の打ち合わせがあると嘘をつき呼び出した。もちろん同行するマネージャーも何も知らない。それでは行ってみよう。マネージャー押してくれてんだよ。騙された大将という番組でございます。じゃあちょっと鼻血が出るかと思った。一応成功。続いてのターゲットはヒロミ深見。果たして双子のお姉芸人は同じリアクションをするのだろうか。それでは路地裏編の名作を一つ。ターゲットはフランクドラゴン鈴木一太。今回は趣向を変えてこんな方々に登場していただきました。グルーグループで後ろからも鈴木にお構いなし、両チームが激突。巻き込まれた。続いてのターゲットは矢部太郎。健康番組の事前調査で大量に汗をかいた後の内臓のデータを取ると手の込んだ嘘をつき、サウナに入ってもらった。そろそろ限界。それでは行ってみよう。続いてのターゲットはザブングル。番組収録の合間に喫煙室で一休み。景色すごい。今からキャラとかやっているんだ。ではどうぞ。路地裏で津波だ。やってきたのは
和製ビヨンセこと渡辺直美、雑誌撮影と称して住宅街のハウススタジオに呼び出した。そしてご存知イタリアの伊達男ジローラモ、ちょい悪オヤジは女性に目がない。するとおあつらえ向きに前から女性がロックオン。うれしそう。それでは行ってみよう。すっかりご機嫌モード。とそこへ、生徒偽りシャンプーをする。それでは行ってみよう。すると続いてはこちら。Subscribe now.